長いんで、まあ、でもまだデルバって、まあ、デルバ、まあ、173-2、はい、とあとタルムゴイフとかの4-5だったり、まあ、その辺あんま好きじゃない。あ、そうなんですね、173とかだったんです。ちょ具体的な雰囲気的に13っていうサイズが好きです。なるほど。さあ、加藤選手と高橋選手フィーチャーテーブルにつきまして対戦の準備をしております。第13期レガシー新決定戦はオムニスニック VS UR デルバということで、まあ、かなり面白い対戦が見られるんじゃないかなと思うんですけども、はい。まあ、本当に先手後手もそうですし、まあ、まずは本当にデルバー側がいかにクロックを設置できるかですね。このマッチにおいてはちょっと非技術し稲妻とかは使えるのは強いんですけど、はい、まあ、やっぱちょっとクロックが低かったりするんで、やっぱり1ターン目デルバーから入れるかどうかはだいぶゲーム展開変わると思いますね。まあ、そうですね、1ターン目のデルバーってやっぱりすごいプレッシャーがこの時にとってはありますよね。まだ非技術師も本当に思ってた以上に稲妻が絡むとダメージが速くなるんで、はいはいはい、その辺もちょっと想定外でしたね。まあ、昨日もあの非技術師から稲妻持って打って6点、ね、まあ、攻撃合わせで7点って通ってたので、突然7点入るって普通ね、ちょっとね、そう、聞けばまあ当たり前のことなんですけど、はい、いざやってみるとこんなに早いのかとびっくりすることが多かったので。そうそうそう。さあ、今シャッフルしております。今回はね、5番勝負というか、3本選手、そうですね、3本選手なので、でサイドボードが使えるのは3本目から、うん、まあ、これいつもプロツアーとかでよく、そうですね、フォーマットです、やり方ですね、はい、マッチですよね。まあ、なので、まあ、コンボデッキとしてはやっぱりメイン戦が強い、そうですね、のでメインを取っていきたいという形ですね。結構スニークって、まあ、騙し打ちとショーテルだけのパターンもありますし、はい、全治が入ってる入ってないかとかもありますよね。そうですね、最近は全治入ってる方をよく見る気がしますけど、多分普通のやつも全然勝ち続けてると思うんですけど、うん、全治入ってる方が基本的には強いというか、 なんか全治はあれなんですね、ちょっと特殊な対策カードに強いという側面があって、はい、まあ、一番有名なのがカラカス、ショー&テルからグリッセルブランドとかエムラクールを出して相手がカラカスを出してきた場合に、ショー&テルから直に出した場合だとそのまま手札に戻されて終わっちゃうんで、うん、そこで電池があるとエムラクール出して相手がカラカス起動してももう一回出し直してっていうのができるんで、うん、あとは、はい、コンタミネ、封じ込める僧侶今何人のあいつにも強かったりするんで、そういう側面が強いです。まあ、一番実部ステージ教育で出して、まあ、リターンがでかいカードを、そうですね、まあ、ちょっと必要な枚数は多いんですけど、まあ、そういう特殊な対策カードにちゃんと耐性がつく、うん、いや、焦点もかなりいろんなパターンを持っているコンボデッキ、そうですね、っていう形になるんですかね。全地が入ってる方がそのデサンドタックスとかには明確に強いと思います。UR出れば相手にはあんまり関係ない、変わらないですね、全地あるかな、うん、そうですね、サイドアウトするかなと思ってましたけど、ね、ちょっと分かんないですけど、はい、さあ、マリガンチェック、今回はですね、まあ、神決定戦では、まあ、ダイスで先手後手が決まるんですけど、はい、すみません、今話してて、どっちが先手後手だから、ダイスまだ振ってないかな、いや、振りましたね、手札見てます、ね、すみません、はい、ではお二人握手して、いよいよ第1ゲーム始まります。加藤裕樹選手のオムニスニック VS 高橋智也選手の UR デルバー、さあ、どちらが勝つか、はい、ぜひご覧ください。うん、非技術師は昨日もちょっとありましたけど、はい、タウネスがやっぱ3っていうのはすごく大きくて、うん、グレン地獄とかでも死なないですし、ヤングパイロマンサーとシナーの宿敵でちょっとタウネス1対策に弱かったりするんですけど、はいはいはい、そういうカードも効かないんで、そういった点も素晴らしいですね。デルバーも最初は 1-1 ですね。そうですね、はい、モニセック側もグレン地獄がサイドボーに入っていて、はい、それに効かない、はい、きっとサイドインしてくると思われるので、はい、うん、さあ、ダッチのコールが入っていよいよ第1ゲーム開始となります。まずは高所選手先行ですね。さあ、ヘッジを切って、ここ1ターン目デルバー出ると、そうですね、デルバーかドローか、さあ、ここまずは試案で手札を整えに行くと、手札にも放送ビールがあって、そうですね、2マナ行きのクリーチャーたくさんいたんで、2ターン目からしっかり動いていけそうですね。土地2枚と呪文はめ、まあ、呪文はめ自体はこのマッチ多分メインボードは確か対象がなかった気がするんですけど、青いカードということでフォースウィルの餌にできる、なるほど、ので最低限、本当に最低限ですけど、まあ、仕事は果たしてくれる、うん、オニシティ側のコンボを通すのはハンデスではなくカウンターということで、
はりまあ、前回戦ったアントと比べるとどういった戦い方になるのかなっていうのはどうですかね。難しいですか。難しいですけど、まあ、アントの場合まあ、結局のところ打ち消し呪文をたくさん引かなきゃいけないっていうのはあんまり変わらないんで、2ターン目に、非技術書を出してどん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 手札を整えていく形になりそうですけどね。加藤選手も試案から入りました。お互い最初の睨み合いとか手札を整えていくタイミング、そうですね、コンボデッキはとにかくこうやって手札を整えていって、いつ仕掛けるか、コンボデッキって大体3通りぐらいだと思うんですけど、その序盤にもう1ターン目2ターン目に仕掛けるか、もうとにかく待って相手のデイズとかを全てかわせるようになってから仕掛けるか、それか相手にもうダメージを刻まれて仕掛けるしかなくなって仕掛けるか、さあ高翔選手、ここはどちらか出すでしょうか。まあ、おそらく非術師と、若きそうですね、グレンジュツ両方あったんで、まあ、一応打点が高いのはグレンジュツ師ですが、非技術師はちょっと誘発するまで一旦のラグがあるんで、非技術師から入るかなと思いますが、はい、非技術師から出していきました。まあ、墓地に試案もあるので、そうですね、備えられそうですね、うん、で次の段はヤングパイロマサを出しながらトークンを出しつつ能力も誘発させると。コンボが相手がフォースビルというかカウンターを持っているって分かっているので、結構仕掛けるタイミングって難しいような気もするんですけど、そうですね、まあ、なのでもう本当にとにかく早く仕掛けるっていうのも一つの手です、うん、相手が手札を整えて打ち消し呪文を揃える前に仕掛けてしまうっていうのは、うん、ね、フォースビル1回持ってるだけじゃなんか相手は2個ぐらいカウンター持っててコンボ通らないみたいな。そうですね、まあ、なので、はい、まあ、ただショーアンドテル側もたくさん仕掛けるカード入ってるんで、8枚入ってるんで、うん、いつ仕掛け始めるからですね。最低限、目くらましはケアして仕掛け始めるのか、それとももう3ターン目からフルタップでバン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 仕掛けていくのか、うん、さあまず非技術者アタックでシアンもう一回唱えます。おクロックがトップに今多分呪文ツラの効いたんで、このターンもしかしたら何も動かないかもしれないですね、うん、ちょっとクロックは心もとないんですが、それよりもしっかり相手の3ターン目からの仕掛けをもうさばいていく。しっかり受けられるようにという形ですよね。さあ2ターン目めくらましもありますかね。めくらましまであったら出してしまいそうですが、かなり悩んでいるように見えます。まあ、昨日もちょっと話したんですけど、やっぱり打ち消し呪文があるときって構えたくなっちゃうんですよね、はい、どうしても、はいはい、ここは出してきましたね、ヤングパイロマンサー。さあ加藤選手もエンドにブレスト、どうですかね、加藤選手仕掛けそうですかね。うん、ちょっと手札が見えませんが、できればめくらましはやっぱりケアして動きたいですけどね、睡蓮の花びらさえあれば実物提示教育は買わせるんで、うん、ちょっと非技術師言いづらいと評判なので、ちょっと何かいいあだ名があればコメントでいただけると。まあ、よく赤春章って言うんですけど、春章ではないためみたいな。そうですね、ちょっと毎ターンできるので、さあフェッチからボルカを持ってきたということは、ちょっとこの時点で手札に土地が少なそうかなっていうのは、まあ、今フェッチが青緑だったんで山が持ってこれない、はい、やつなんですけど、山を持ってこれるフェチが手札にある場合は多分しましま山って持ってくると思うんで、うん、続けてブレインストーム、結構呪文を早く打ってるような感じがする、ドロステル早く打ってる感じがするので、うん、ブレインのこの打ち方はちょっと土地がやっぱり少なそうに見えません。今のフェチの仕方とブレインストームの打ち方で土地がかなり少なそうな手札ってのは予想できますが、それかもう次仕掛けに行くかですね。もう仕掛ける前のターンなんで全力でドローを打ってこのターンに仕掛ける、お仕掛けるか、
213、やはり213。お、仕掛けそうですね。さあ、ショーテル。まずは、相手の様子を見る、ショーテルなのか、本命なのか。高翔選手は、オーソビールで受けます、ここ。対して加藤選手、呪文貫き。もう結構完璧ですね。目くらましも完全にケアした上で、ここまで。コーショー選手もホーストベルはもう一枚持っているようですが、まあさすがに通せはしないと思います。ここは呪文貫きを切ってホーストベル2回目。加藤選手これはどうだ、消えたか。消えたみたいです。ただもうホーストベル2枚使わしたんで、はい、もう1枚仕掛けるカードがあれば、多分手札に騙し打ちがあった気がするんで、次のターンもう1回仕掛けて、そこでゲームが決められるかですね。高翔選手、バニワトークに対増えて合計5点。高翔選手一応ライフが16でパーマネントが今、ヤングパイロマンサーのおかげでたくさんあるんで、エムラクールには耐性があるような状態ですが、これそうですね、ヤングパイロマンサー横にいてアルカニ、あの認知さん、そうですね、アタックするとそれだけでトークンが出ながら手札を整理できるのでアルカニスト、アルカニスト。さらに試案で特訓増やします。まあ、ちょっと先ほどフォースオビルで呪文貫きまで使わされてるんで、うん、できれば、打ち消し呪文か何か相手に干渉できる手段早めに整えたいと。そうですね、もう本当に次のターンがクライマックスになりそうなので、加藤選手も結構この次のターンかなりライフ削られそうですけどね。次はもう本当に勝負ですね、うん、このまま盤面だけでも。これチェーンライトニング、もう死刑宣告ですね。次のターンフラッシュ、アルケミストの能力を使うと多分足りてると思うんで、4、5、6、7、8、まあ、盤面8点あって墓地にチェーンライトニングということで、多分手札にブレインストームあったら念の前に打ってトークンが追加で1体出て、うん、ぴったりですかね。次のターンにはゲームが終わるので、加藤選手は次のターンに仕掛けなければいけないんですが、ちょっとエムラクールでも処理しきれないんで、今エムラクールが走ったところで全く高翔選手にはほとんど影響がないと言えるぐらいの盤面ですね。トークン5体と土地1枚剣を捧げるだけでいいので、なのでこのターンにグリセルとエムラクールを両方いっぺんに走らせるか、それぐらいのインパクトが欲しいですね。こちらライフ16ですかね。フェッチウィルウィルで16、そうですね、フェッチライフ16ですね。ありがとうございます。さあ加藤選手仕掛けるか。まずはシアン、シアンスタートこれ持ってないかもしれないですかね。さらに打ち消しを持ってくるか。多分騙し打ちは持ってると思うんですけどね。身がないとか、その可能性はありますね。さっき の、 実物で、実況育は一応騙し打ちを場に出せればそれで十分な仕事を果たすんで、うん、ただしかしここはシャッフルなし、実情ラスト3、とりあえず何かはしないといけないですね、はい、さまで。さあショー&テル、なるほど、これで今3マナで騙し石が出せればペタルの赤が起動できてっていう形ですかね。そうですね、多分騙し石は手札に持ってると思うんですが、さあデイズペタルで払う、これは騙し石だった場合に一応現状のリソースだと起動できなくなる、うん、でそのまま押し切れるっていう形ですね。そうですね。さあ加藤選手さらにブレインストーム打ちましたね。さあ、まあ真の難宿敵とかがあると一応出せるようになりますし、まあ、打ち消し呪文が他にもあれば、ここにめくらましとかがあれば迎撃できるだ。通りました。出すのはエムラクール、これだと余裕で足りてますね。高所選手の、墓地にチェインライトニングがあるんで、はい、
もう使わなくても多分足りてそうですけど、1、2、ヤングパイロマンサーが止められても 1、2、3、4、5、6、7、8、9 点ありますね。はい、さあここはさすがにバンジーキュースといったところですか ね、 さあ全員でアタックしていきます。加藤選手チェーンラインツニング、ブレインストームをこちらアルカニストで対象を取っていきます。ここはおチェンライにビルを打ちますが足りてると思いますね。特にすごいことになってますね何体出てるんだっていう。もうエムラクールも何のそのです、ね、手札にもさらに追加のチェンライトニング手札に入りました。これは押し切りましたね、はい、加藤選手投了ですね。はい、すいません、さっきいっぱいあだ名の候補もらってたと思うんですがアルカニスト、アルケニスト、アルカニストいきますか。いや強いですね本当に、ゲームメイク一人でできてしまう、うん、さっき言った通り火力を水増ししてライフを今押し切りましたし、まあ、やっぱりドローが普通に強いですよね。ポンダーとかブレインストーもあんだけ連打する動きは。さあ第13期レガシーシーン決定戦第1ゲームは高翔選手が1本選手いたしました。ヒズシとグレンジズシでトークン、そうですね、最後はもう出てきてエムラクールが殴ったとしてもライフもあるし巻き返せないと。もうだから最後本当にグリセルといっぺんに出すか、グリセルでも多分死んでそうでしたけどね。グリセルだと16のグリセルだと大丈夫か、はい、一応スタックの乗っけ方次第ですね。高翔選手が先にどちらを解決するか、先にどちらをスタックに乗せるか選べるんで、さっきはまあ高翔選手まず稲妻の連鎖が解決されてから解決されるように打ったんですかね、まあ、そうですねいやレガシー強いカードたくさんあるんで、まあ、レガシーで一番とは言えないまでも、まあ、けど本当に二マナ池の中ではかなり強いカードですね、うん、まあ、レガシーの一番スペル強いって、まあそうですね。渦巻く知識、シアン、稲妻、何でも入ってますね。分かれれば本当に。まあ、白だとね、あの、剣を好きにみたいなカードもありますし。はい、レガシー界最強のスペルって、というか呪文、カード、何ですかね。まあでもね、やっぱりブレインストーク、ね。はい、はい。まあ打ってて楽しいっていうのもありますけどね。本当にレガシーの象徴、のカードがこの渦巻く知識、そうですね、と言ってもいいですよね。本当に3枚引いて2枚戻して、そしていらない、まあ、それでシャ、あのフェッチ切ってシャッフルっていう動き、本当にずるすぎるっていう本当にレガシーの醍醐味となるカードですが、さあ第2ゲーム始まりそうです。お互い7枚引いてマリガンチェック。一応さっきの場面稲妻は持ってなかったんで、稲妻の連鎖しかなくてソーサリーなんで、グリセルだと多分生きてはいたと思います。多分ただそれでももう一回仕掛けるのはかなり大変なんで、加藤選手はキープ、手札一旦目いけそうですけどね。ペタルペタル、お、ショーアンダテルがあるように見えますが、まずはオルカニカイランド。コウソウ選手は一旦目来ました。秘密を掘り下げるもの、かなりいいスタート。そうですね、理想的な。さあしかし、お、行くか、イニシエの墳墓ペタル2枚、ショーアートショー&テル2ターン目に仕掛けた、まあ、ここはまずは放送ビール持ってましたね。もう高所選手としては本当に理想的なスタートですね。デルバースタートからちょっとブレインストーム使わせられてるんで、もう青いカードあんまりないかもしれないですけど、はい、さあここは裏返らず、なかなか行ったんで裏返ってくれない。僕も今日相当ひっくり返らなかったこんなにひっくり返らないことあるんだっていうぐらいひっくり返らなかったです。さあ加藤先生、これライフが17、そして先ほど大活躍のアルカニスト出てきました。さあしかし加藤選手、ここは連打か、ショーアンドゼル連打ここは止まった。さあ出てきたのはエムラクール。今回は早いですからね。先ほどはいいも返さなかったエムラクルですが、今回はさすがに、そうですね、
パーマネントがまず6個切ってますからね。このままでは。しかも墓地に呪文もない。ここは高所先生たまらず投了。さすが江村クール。これがオムニスニークだと言わんばかりの2ターン目からの攻めですね。さあ1対1。第13期レガシー戦決定戦は加藤選手、高所選手それぞれ1本ずつ取ってサイドボードに入ります。いやこれ本当にスニーク使、オムニスニーク使ってて一番強いというか、そうですね、瞬間でしたね。はい、こちらサイドボードなんですけれども、さあまず高所選手、挑戦者の高所選手はどういったサイドボードになるでしょうか。とりあえずローバイの嵐とグレン派と水流派、あたりが、あと外科的テキストも少し入るかもしれないですね。あ、デッキリストを移してもらっていいですか。あの挑戦者の方お願いします。ちょっと今若干僕が盤面を見たいかも、はい、何を抜いてるか。火力をどれぐらい抜くか次第なんですよね、うん、とりあえずいらないのが作悪と真の宿敵が確定で、あと、まあ、稲妻の連鎖までは確定なんですけど、まあ、あとは稲妻をどれぐらい抜くか。一応本体火力あった方が、あの非技術士もそうですし、はいはいはい、クロックが一旦速くなったりするんで、特に非技術士は稲妻が完全になくなってしまうと、ちょっとクロックが本当に頼りなくなってしまうんで、うん、これまあ青若同士ということで、水流派もグレン派も。そうですね、水流派、グレン派、外科的テキスト、ローバイの嵐あたりが入りそうで、まあ、あとは火力を何枚抜くか次第ですね。ナーセットは多分ちょっと入れなさそうなモーションに見えたので。ちょっと重いですかね、やっぱり。そうですね。はい、スニークやっぱ、今のもそうですけど、早いですからね、仕掛けが。ナーセット出た返しに、ショーテル打たれて、そのまま決められちゃったら、ちょっと元も子もないというか、感じもあるので、また呪文はめも、一応メインボードには対象がなくて、はいはい、抜き切りたいかなと思うんですけど、加藤選手のサイドボードにディフェンスグリッド2マナのアーティファクト、カウンター対策の置物があって、あとグレン地獄も入れてくるとしたら対象が4枚あるんで、まあ、それも考えて、はい、あとはあのウィルの餌には最低限なるんで、そういう意味では残してもおかしくないですね、はい、加藤選手の入っているサイドボードに入っている秘技の触光っていうのはなかなか見ないカードのようですが、これはまあ基本的に全地に非常に似てて、基本的にはその封じ込める僧侶対策みたいな意味合いが大きいですね、はいはい、封じ込める僧侶がこいつだとトークンなんで効かないんで、はいですね、捨てたクリーチャーののコピーのトークンが出てくるんで、封じ込める僧侶の影響がないということで、はいはいはい、そういった軸をずらした戦い方もできるということで、かなり万能そうですね。さあ第13期レガシー新決定戦、加藤佑樹選手のオムニスニーク VS 高所智也選手の UR デルバー、ここまでは1対1の互角。ここからサイドボードの戦いになります。ディフェンスグリッドとグレン地獄まで見ると多分呪文はめの方を優先すると思います、うん、で他の、錯覚よりは強い方がサイドボードにたくさんあるんで、はい、呪文はめは結構悩ましいですけど、まあ、グレン地獄とディフェンスグリッド4枚って考えると残した方がいいかなと思いますね、うん、逆に防御の攻防に対して錯覚を残すってことはないんですか、はい、うん、ちょっと重いのと、はいはい、まあ、それよりは普通に打ち消し呪文とかで対処した方がいいかなと思いますね、うん、結構スニークがもうかなりメインがかなり完成されているようなリストなので、抜くカードもなかなか難しいんじゃないですかね。どうですか、何抜くんでしょうね。コンボの方ですか、はい、まあ、多分ゼンチとか抜きそうですけど、ゼンチとかジェイスとか抜いて、はいはいはい、ディフェンスグリッドとかグレン地獄とかグレンハみたいな感じになると思いますけど、 3,4 枚入れ替えるみたいな感じで。そうですね、はい、最近その上がった JPA さんのちょっとあのまあカンニング仕方なんて違うんですけど、全然サイドインアウト全くしてなくてびっくりしましたね、はい、入れ替えが非常に少なかったです。元の形を崩さないと。今回加藤選手はその、カンニング士が入ってないんで、まあ、かなり違う形ではあるんですけど、はい、さあ3ゲーム目スタートいたしました。まずはフェッチを置いて終了。まあ、青いカード強いんですけども、本当にグレンハっていうカードがそうです、ね、環境に存在するので難しいところですよね。サイドから必ず入ってくるような対策カードですが、まあ、でもどんな時でも言われますからね、最悪ウィルで切れるって。青いとはそれがどんな時も言い訳に使えるという。さあ加藤選手は1ターン目抵抗からスタートです。加藤選手手札にものすごい強い力を意志の力があるような。2枚ぐらい見ましたね。いや 3枚ありました。3枚ぐらいあったようなすごい
3枚ありますね、多分。さあ、高所選手、ここはデルバー出しそうですね。加藤選手、手札がフルハウスに見えますね。ウィルウィルウィル、スニークスニークみたいな。役でもやりづらそうですけど。ちょっと土地が2枚目はあるんですけど、3枚目以降があるかどうか。うん、高所選手、島から秘密を掘り下げるもの。お、今引いたのは裏切り者の都に見えましたが、ということは次 4マナに到達できると。そうですね、いや、ひっくり返らない。やはりなぜだ。なんかひっくり返ってくれないデルバー君ですが、まあ、ただ結構プレッシャーとしては強いとは思いますので、手札だけでいいですね。呪文貫き、フォースオービル、もう一枚ローバイの嵐っぽいカードが見えたんで、はいはい、クロックさえ上がれば。お、ここでヤングパイロマンサー引きました。しかも不毛大地持っているので、かなり1マナ構えつつ出せています。うん、ここ使ってきましたね。赤木グレンジュースに対してのフォースビール、まあ、ちょっとその不毛の大地が出てきたことも含めて、はいはい、このままそのコンボパートを連打するというのがちょっと難しそうなので、それよりは高所選手のクロックを弾いてゲームを長引かせるプランに。なるほど。そして追加の措置を引きました。いいですね。ちょっとこのターン、うん、裏切り者の都だとちょっとこの後が動きづらそうだったんで、うん、まあ、デイズをケアしつつ動けるというのもありますね。まさに今レイズを引き当てました。さあ、そしてデルバーが変身。おっと、ここでドロー前にフェッチランドを切りました。何か除去あるんですかね。ベンデリオンか、このタイミングは、はい、ちょうどデイズが見えたとこだったん で、 で引かれる前にここでベンデリオン出してしまうと。高所選手、しかし手札かなり強いですね。ブレインストーンまであるんで、ベンディリオンが出てきたらスタックでデイズを引くこともできる。うん、確かに確かに。さあ、ベンディリオン3人衆出てきました。さあ、スタックでブレインストーム、うん、デイズ手札に入ります。さあ、このデイズで今ちょっと土地が引けてないんですけど、デイズで手札に戻すことで実質マナも増えている、うん、ここはアルカニストとシアンを戻しました。まあ、まだアップキープなんで、はい、でここでデイズ、メインのドローからデルバーアタックします。さあ、この3点が重い。そしてアルカニストを追加します。高所選手もかなり完璧ですね。これで次のターンからブレインストームとかドローが連鎖し始めるんで、僕加藤選手としてはもう行くしかない。さあ、騙し打ち。高所選手も一応2回、うん、ここラスターストーム、ラバーの嵐を切っての放送ビルがですが、加藤選手もこれに対して放送ビル。学校は最後の1枚呪文貫きが刺さりました。加藤選手手札が1枚なんで、まあ、おそらくクリーチャーであろうと。うん、さあ、高所選手はアルカニスト出てますので、ここで手札をね整えることもできると。稲妻が見えましたね。なので次のターンにはもうゲームを決めきれるぐらいの、うん、稲妻打てば7点と3点で10点削れる感じですかね。まあ、このターンで7ぐらいまでライフが詰まるんで、うん、
結構悩んでますね。加藤選手も手札1枚の都合上、多分どんだけひどくても次のターン何かが走ってくることはないと思うんで、場に出てエンドだと思うんで、うん、まあ、エムラクールが出た後に勝ちきれるようなプランとかを今模索してるんだと思います。コーソー選手はこう稲妻を取るかどうか悩んでる感じですかね。いや、ヤンパイをこのターン出すことはそういう感じだと思いますけどね。さあ、相手の墓地を確認、ヤンパイ出してセットランドしてトークン1匹出してってやると多分パーマネントが、まあ、とりあえずパーマネントは多分たくさん増やしておいた方がいい気がするんで、はいはいはい、まあ、でもサイドゴなんで難しいですね。グレン地獄とかも考えると、ここはシャッフル選択ですね。もう打ち消し呪文とかそう地形を探しに行った感じですかね、まあ、これアタックすればもう1回シアンかブレスト打てますので、また探せると。さあ、今アドオバケでいいんじゃないですかという素晴らしい、僕的にはアドオバケでいいかなと思っちゃったんですけどアドオバケだとちょっと通じなさそうまあ結構相性的にはかなり呼びやすくていい、そうですね、アドオバケ。はい、あれドローしますよ、多分引いてるから。引いてる、ありますね、失礼しました。お、しかもプレストから引いたのウィルと呪文貫き、完璧ですね、完璧。さあ、このアドオバケ、まさにアドオアドオね、今まあゾンビですからね、アドオバケ。さあ、そして不毛大地が加藤選手の裏切り者の都を襲います。次のターンまだポンダ打ちますから、このアドオバケはとんでもないですよ本当に。さあ、からこ、お、ここはグレンハでダメージクロックをなんとか落として、うん、さあ、ここはフェッチを切る。いや、本当に強いですね、手札がなくなってから呪文貫きと細いの持ってくるっていうこの動き、まずなかなか息切れしないですからね、そもそもこれだけカードを使ってるけどまだ余力があるというのが。さあ、アドオバケ君がまだまだ、はい、ヤングパイロマンサーと出ればですが、スペルはトップにないため、これどうでしょうね。難しいですね。一応まあデルバー本当に今青いっていうことにかなり価値があるんで、引いてもいいかなと思いますけどね、まあ、ただここでドローを選ぶともう当分、アルケミストの能力は使えないんで、でヤンパイ出すと一応2ターンクロックになって手札に呪文貫きとフォースウィルという構えになるんで、出してもあこのままでいいかなと思います。このターンヤングパイロマンサー出して、次相手加藤選手が何かしてきたら呪文貫きで1回弾いてウィル構えっていうのが、はい、ここでヤングパイロマンサー出てきました。加藤選手の濃いライフは6、もうこれで盤石ですね。高所選手2枚構えなんで、フォースオビルと呪文貫き構えで、加藤選手は3マナしかないので。さあ、ここは投了、何も引かなかったようです。第13期レガシーシーン決定戦、高所選手、挑戦者の高所智也選手が王手をかけました。1対2です。いや、本当にこの戦慄師の引き寿司プロモーションのようなアドオバケ放送になっちゃってますけども、ニマナ神ジェイスまあそうですね、実際ブレストもあんだけ打ってますからね。いやー、僕も使いたいですね、このカード。いや、今日使ったけどかなり気持ちよかったです強い。スタンダードだとあれがあのフェザーデッキとかに入ってますね、あのボロスの。ああ、そうですね、あのデッキの方強いですね。1カウンター2回置ける、2個置く、あ、1カウンターを最大2体に置けるやつをなんかもう1回使ったりとか、いろいろありますね本当に結構本当に全フォーマット活躍できるポテンシャル持ってますよね。まあ、レガシーでいけてる時点で多分もうお墨付きかなと思いますね、はいはい、まあ、そうですね、モダンだとちょっとやっぱ1マナの呪文が多少弱くなっちゃうんで、うん、稲妻とか致命的な一押しとか手札回はそのままあるんですけど、やっぱドローがちょっとね、渦巻く知識と試案がないので、まあ、結成の原始修練、そうですね、
まあでもそれでも強いかなと思いますけどね。どうだろう、その辺はちょっと実際やってみないと分かんないですけど、ちょっと僕ブレインストームから入っちゃった方が良くなかったですね。一番気持ちいいところモダンだと、そうちょっと物足りなく感じてしまうかもしれないですけど、いやでも実際シュレンとかでも十分強いかなと思うんですけどね、どうデッキに入りそうですかね、モダンだったら今のあるデッキで。どうでしょう、イゼットフェニックスとか、はい、ちょっとあのソーランの陥落者と相性が悪いんですけど、マルドゥパイロマンサーとかそっち系のデッキでも使えるかなと思いますけど、ね、まあでもやっぱりドローはしたいですよね、何かしら。ただ除去とか手札か打つだけよりはドローで息切れしない方が強いと思うんで、生き残ってる状態に2匹目出たらそれだけで結構勝てそうですしね。うん、今3ゲーム目が終わってこれから4ゲーム目です。でもバーンとかに入ったりしませんか。いやあり得るかもしれないバーンがね、だって稲妻打ってそれで殴ったくって、もう一回稲妻打って、あとあの元祖スーパークレイジーズとかモダンだと稲妻と思考囲いが入ってて、あと強大化が入ってるんで、強大化打って強大化そのままフラッシュバックみたいな。あ、そう、強大化打つとアルカニスクがでかくなって、そうです、パワー7まで行くんで強大化使えるようになって、もともとトランプルついてるんで、すごいティムルの激闘いらずという本当だ結構だからありですね、元祖にも結構いいかもしれない。タルムゴイフちょっと強大化対象が悪いみたいな、そういう弱点があったんで、あ、そうですね、墓地追放しちゃうんで、アルケミストの方がもしかしたら合ってるかもしれないです。すごい、え、13、13 トランプルやばい、すごい、もうすごいしか言ってないさあ第13期レガシー新決定戦第4ゲーム始まろうとしています。オムニスニークの加藤優希選手対ユアルデルバー高翔智也選手の対戦。さあ今回挑戦者高翔選手が王手をかけております。加藤選手はここで取り返したいところですね。3尾付きで殴るとスタックの順番ちゃんとすればパワーが上がった状態で乗る解決できます。なので2以下とか3以下を使うことができます。なんでもできるなすごいな、アンリコ2回打ちたいなでもブレインストームで我慢しましょう十分なんで、もういやヴィンテージあるもしかしてって。まあ、2マナのこんだけ強いグリチャーだし、もうヴィンテージもあり得ると思いますけどね、まあ、ちょっと召喚酔いみたいなの制限はありますけど、2マナのジェイスも使われてたりするんで、氷結の救助者とかフラッシュバックしたいですね何でもありですさあマリアンチェックです。ここは加藤戦先行ですが、お互いどうでしょうか。始まりそうですね、はい。さあお互い7枚キープ。高翔選手3本目はもう本当にもう文句なしのスタートですからね。さあ今回もデルバーはありそうですが、やっぱデルバー相手には結構早めに仕掛けた方が良さそうな感じがしてきているんですけど、どうですかね。スニック側ですか。そうですね、スニック側が、うん、まあ、難しいですね。やっぱめくらましぐらいはケアした方がいいことも多いですし、ケアできるということだったらやっぱりケアして動いた方が、ただサイド後は本当に相手も対策カードかなり増えてるんで、メインとは違って無駄な除去カードとか持ってることもないんで、サイド後とメインではちょっと違うかもしれないですね。高翔選手は最高のスタート、デルバーからですね。あ、ごめんなさい、3秒はダメか、確かに対象先に取らないとダメか、スタックに乗ってる時点、確かにすみません、3秒はダメかもしれないです。ちゃんとテキストを理解していない。攻撃した時に多分対象取らなきゃいけないんですよね、もうパワー以下の。さあデルバーまたもまたもひっくり返りませんでしたがそうですね、はい、3秒はダメです、はい、失礼しました3秒は残念ながらコンボしないということで。さあデルバーアタックからのシアン、呪文貫きを引き当てましたね。佐藤選手、加藤選手もホースビールを握っているので、ここはなかなかカウンターの応酬が見られそうですね。まあ、ただめくらましまで入れるとかなり枚数多いんですよね。めくらましを無視する前提だと枚数も限られてくるんですけど、さあ今仕掛けるか、まだここは様子を見るか。ウィル1枚はありますが2枚目が打てるか。このターン置いた途中ちょっとボルカニックアイランドっていうのも、うん、動きましたね。
多分ボルカニックアイランドを置いてる時点でもう土地がほとんどないと思うんですよね。やっぱりそのウエストランドに引っかかる土地って基本的に最後に置くんで、はいはいはい、まあ、先ほどもあれ裏切り者の都を最後に置いてましたし、やっぱそういう、まあ、そうです。これ以降に出てくるのはまあ2マナ土地、うん、はありえますけど、さあ仕掛けそうですね。フェッチを切ったので、さあ3マナ、もちろんここから繰り出されるのは実物提示教育。あっと、ここはデイズ、ちょっとデイズスタートは厳しいですね。ですがここフォースビルで攻めます。フォース選手の手札には先ほど呪文貫きがあったので、さあとりあえずデイズは打ち消されました。これもう1枚加藤選手の方にカウンターがあればというところですが、どうでしょうね。手札3枚ですからね。ウィルがあったとしたらウィル青いカード、ショーテルから出したいカードっていうもう完璧な3枚が求められる、うん、ただ土地は多分ないと思うんで、その条件をもしかすると満たしているかもしれないですね。さあ呪文貫き、加藤選手はどうだ、うん、打ち消されますね。そしてデルはひっくり返る。加藤選手もう一度仕掛けられればいいんですが、どうでしょうね。不毛な位置持ってました。かなり厳しいですね。ロータスペタルですかね。さあ秘密を振り下げるもの、着々とライフを奪っていきます。残りライフは11。さあ手札には先ほど公開した稲妻とデルバー、うん、ただもうカウンターなさそうに見えるので、もうここはいち早く相手のライフを削り切る。そうですね、今のポンダーも多分カウンターあったらカウンターしてもおかしくなかったんで、うん、今打ち消し呪文の類は手札にないかもしれないですね。さあ加藤選手、手札にショーテルから出したかった何かは持ってると思うんですが、仕掛けるのが間に合うか。次ちょっとデルバーが変身するとかなり苦しいですね。さあこの試案、何か打開策を引き当てることができるでしょうか。お、そのままシャッフルせず、どっち引きましたね。さあここデルバーひっくり返るかどうか。ひっくり返った、しかもグレンハ、いいですね。ドローも消せるし、実物提示教育も消せるし。さあそして2体の昆虫でアタックして残りライフ5。事実は次はラストターンでしょう。さあどうなるか。ライフは4。ここからね逆転できるのも、逆転のネームもねまだあるとは思うんですけども、加藤選手、まあ、手札にグリセルが見えたんで、はい、もう一回何かしらの手段があれば。だライフが4なのがね、ちょっとウィルも打てないと思うんで、稲妻を甲州選手が持ってるのは知ってるので、かなりシビアなドローが要求される形でしょうか。おっと、ここは拍手ということで第13期レガシー新決定戦、手札が嫁だらけ、はい、手に入れたのは挑戦者高翔智也選手です。おめでとうございます。